キアシセグロカモメは、チドリメカモメ科に分類される鳥類の一種である。アゾレス諸島、カナリア諸島から地中海、国海、カスピ海沿岸を経て、中央、アジアまでの地域で繁殖する。冬季は、ヨーロッパ、アフリカ北部、黄海、ペルシア湾周辺と、中国南部の沿岸にわたり越冬する。日本では、冬鳥として、ごく少数が本州と九州に渡来する。なお、 日本にトライするアッシュは、主に中央アジア東部で繁殖する種類のため、和名をモンゴルカモメとする書籍もある。全長58から68センチメートル。翼海長140から155センチメートル。私有同色である。背中と翼上面は青灰色で、頭部と体の下面は白い。外側初列風切り葉が黒く、先端に白藩がある。 くちばしはやや大色を帯びた黄色で、下くちばしの先端近くに赤い縁がある。足は黄色だが、ピンク色の個体もいる。幼鳥は全身白っぽい。批判食時には、海岸や川口に生息する。鳴き声は、ああ、ああ、または、くあ、くあ。セグロカモメと形態、灰色とも酷似しており、野外での識別はなかなか困難である。 一番容易な識別点は足の色で本種は黄色である。ただし、セグロカモメのようにピンク色の個体も存在する。その他、本種の冬和では頭に褐色のブチがほとんどないこと、くちばしがやや太く、先が膨らんでいないこと、体の上面がセグロカモメに比べるとやや淡いことなどで区別できる。ホイグリンカモメは本種と比べるとやや小型である。 ありがとうございます。